冬という広場賞を受賞されたのは情報科学部によるガラス箱オフィスアワーセンターです。冬という広場賞、情報科学部ガラス箱オフィスアワーセンター GBC、 あなたの実践はその大学憲章の精神を見事に体現するものです。よってここにその取り組みを称え、これを賞します。2019年12月21日法政大学総長田中裕子、おめでとうございます。今回このような賞ともありまして、大変光栄に思っております。GBC は情報科学部生の学生生活をサポートするということを信念に基づいて活動をしている学生主体の団体です。真に自由な思考の合同賞を受賞したのは国際高等学校による PASS The Program Your Awareness Sales Society です。真に自由な思考と行動賞、おめでとうございます。実際にその社会的な課題に困っている人であったりにこう会って話をしたりとかすることで自分たちがその課題の現状を見つめる。自分たちで課題を見つけてそれを自分たちなりの方法でその課題を探求して社会に役立つような解決方法を探していくという活動なんですけど、この活動に私自身携わることができてとても嬉しく思っています。ストリベイの共感賞を受賞したのは2019年度課題解決型フィールドワーク for SDGs 集中講義受講生グループによる大学キャンパスでの避難生活デザインワーク、豊かさと包摂性を追求した避難生活です。おめでとうございます。私たちの授業のテーマといたしましては、ワクワクする社会の仕組みをデザインするというモットーのもとで、豊かさであったり多様性、あと包摂性を持った避難生活をデザインするというものでした。その豊かさを避難生活でどう体現するかということを私たちは考えてきました。その実績を見とらめられてこのような場に立てているのかと思っております。本日はありがとうございました。ダイバーシティ賞を受賞したのは新聞学会市ヶ谷ボランティアセンター学生スタッフによる法政大学新聞1041号特集バリアフリー調査です。おめでとうございます。学内でバリアフリーっていうのは自分たちが思っているより進んでないんじゃないかというきっかけを持ちまして、全キャンパス車椅子をして汗だくになりながら8月と9月回ってですね、今回こういう企画を持って学生も自ら発信する必要があるっていうのを、皆さんにお伝えできたかと思います。今回はありがとうございました。第3回自由を生き抜く実践地大賞の大賞を受賞したのは生命科学部による法政大学植物医科学センターです。賞状、2019年度自由を生き抜く実践地大賞大賞生命科学部法政大学植物医科学センター、法政大学総長田中裕子、おめでとうございます。弱いもの、特にそういう片隅でですね、苦しんでいる人のために一軍を照らす活動を今後とも承知したいと思っております。特にファイトプラズマ病は日本国内で診断を行える機会がほとんどないということで、この法政大学の植物医学センターはとても警備にされてされているのではないかと思っております。今回はこのような素晴らしい賞をいただきありがとうございます。もうトロフィーが重くてちょっと感動しています。やはり皆さんがご自身の口で話してくださるその活動の日々は大変こう
、あ、こういうふうにやっていらしたんだっていうことがとてもこう肌に染みて分かります。で、それがまさに実践地だと思うんですね。単に言葉として学んでいるということではなくて、本当に日々実践しながら新しい知を獲得して、それがまた次の経験につながっていく。私も新しい発見だったんですが、もしかしたらこの今現実にある社会の価値観を変えていくということができるのかもしれない、そういう可能性を持ったものなんだなということ、実践地の中に私も新たな発見がありました。それはまさに皆さんのおかげです。誠におめでとうございます。実践という意味では診断をいろいろ診断依頼として寄せていただくんですけど、それを一つ一つ的確にお答えしていくことかなと思います。自分の実践知識としても蓄えていきたいなっていうのと、地域の皆さんに貢献していきたいなっていうのを考えて、今後もいろいろな病気を見ていきたいって思います。